こんにちは、栗原美希子です。ときめきメモリアルでは三木原めぐみちゃんをやらせていただいていました。ですね、私が選んだめぐみちゃんのイメージソングのナンバーワンはですね、あなたがいるからです。本当はですね、さよならを言えなくてっていうときメモウィンク、あ、ここ P でしょうかね、それがあったんですけど、あきこさんと2人でデュエットをしたやつなんですが、それが好きだなーってずっと思ってたんですけど、一応2人っていうこととちょっとやっぱりめぐみちゃんのイメージとは違うのかなーっていうのがあって、めぐみちゃんのイメージソングっていう中で選びました。そうだな、6曲、そう、さよならを言えなくてを含めて6曲めぐみちゃんは歌を歌わせていただいたんですけど、どれもやっぱりいい曲で、今回この選ぶにあたって全部、MD に編集をし直して聞き直したんですけど、すごくどれもいい曲で、イメージに合って作っていただいてるんだなと思ったら、全て愛しくなってしまって、一曲選ぶのはちょっと難しいなと思ったんですが、心を鬼にして選ばせていただきました。すごく、なんだろうな、ミディアムテンポっていうか、ゆったりしてて可愛らしい曲だと思います。はい。すごく長いお付き合いになったときメモなんですけれども、いろいろな思い出が走馬灯のように、言うとちょっと嘘っぽいんですが、一応一番最初のレコーディング、ゲームのレコーディングの時とか、レコーディングっていうかセリフ撮りの時とか、あとは歌の一曲一曲のレコーディングの時は、スタジオとかどういう感じだったとか、何月何日だったとか、どんなお洋服を着ていたかとか全部覚えてるくらいなんですね。まあもちろん6曲しかないっていうのもあるんですけど、長いお付き合いの中でそれだけすごく鮮明に覚えてるっていうのは自分でもすごいことだなと思います。自分の記憶力がちょっと怖いなっていう気もします。今までどうもありがとうございました。これからもめぐみちゃんと栗原美希子をよろしくお願いします。失礼します。